いないだと。いたいた。音符マークじゃなかった。座ってやがる。こんなところに座ってやがる。結構好きな女の子の横に座る人とかいるよね。座って話しかける。はい、私はいつでも大丈夫です。ちょっと待って。あー、さて問題です。俺はなぜこんなに焦ってちょっと待ってって言ったでしょうか。分かる人は分かるかな。この辺りがいいかなと思って来てみたんだけど。ピクニックにおいて場所探しは責任重大、つまりとても大事ということですよね。そうそうそう。最高の場所とうまい飯が一つになってピクニックは完成するからな。墓場とかね、ゴミ処理場とかに行っても美味しくないからね。最高の場所ですか。例えばさ、そこに寝っ転がってみなよ。そこに寝っ転がってみなよだろ。そんな口説き方があるのか。そこに寝っ転がってみなよ。何するのみたいな。こうですか。そうそう。そして周りの景色を見渡す。誰もいないことを確認するんだな。周りの景色、広い草原の植物たちが風によって揺れています。景色は綺麗だし、世界の広がりを感じるだろ。なるほど。綺麗で世界は広いです。綺麗で世界は広いですって、なんか重みのある言葉だな。よし、じゃあここはピクニック候補その1だ。この調子で他の場所も探しに行こう。そうしよう、そうしよう。はい、最高を探し当てましょう。嬉しそうだな、なんか。こうしていると楽しいと思いました。楽しいよ、ほんと楽しいよ。みんなでピクニックしたらもっと楽しいぜ。そうですね、期待に胸が膨らみます。つまり今私は巨乳になっている。そんな言葉誰から教わった。そいつちょっとクラインあたりをぶっ飛ばしに行こうぜ。その表現クラインが言っていたんだろう。クラインだったよ、本当に。ちょっとクラインぶっ飛ばしに行こうぜ。その通りです。はい、クラインをぶっ飛ばすぞ。クラインをぶっ飛ばせ。まったく、そんなの信じちゃダメだからな。そうだそうだ、そんなやつはぶっ飛ばせ。すると今私は巨乳ではない。巨乳から離れようぜ。俺巨乳嫌いなんだよ。キリト、私もなれるでしょうか、巨乳。何の話をしているんだ。いや、どうかな。前にシリカがリーファの胸について真剣に話していたことがありました。普通というか、ちょうどこう手に収まるぐらいがいいんであって、でっかすぎてもねっていう、うん、いや別にでっかい人を否定するわけじゃないけど、否定するわけじゃないけど、こうちょうど手に収まるくらいがいいかなと思いますよ。あれはずるい。神様は女の子に平等であるべきだと。なので胸の大きさは大事なことなのではと考えたのですが。そんなの大事だと思うのは一部の人だけだと思うけどな。まあそこまでいいかな。大事かもしれないけど、ひとまずその方面の知識はこれ以上得なくてもいいからな。そう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 、胸なんてどっちでもいいんですよ。愛があれば、愛があればいいんです。そうなのですか。わかりました。やれやれ。お、なんかイベントが発生した。プレミアにクエストマークが、クエストが進行したっていうのか。どういうことだ。でも6つ目の成績は女神が2人揃わないと手に入らないはず。プレミアは俺とずっと一緒にいたのに、なぜなんだ。なぜなんだ。どうしましたか。プレミア、ピクニックの場所探しは一旦お預けだ。前に行った八重地に向かうぞ。はい、わかりました。いや、そんなとこ行ったらダメじゃないか。プレミアと一緒に行ったらダメじゃないか。何してるんだ。来たぜバカめとか言って言われるぞ。なんだこの違和感は。
前に来た時と何かが違う。もしかして村人全員ぶっ飛ばした？うるせえってぶっ殺したかもしれない。さっさとよこしやがれって。全然いません。確かに。でもなんで村人全員ぶっ殺すことで取ったみたいな。声がしたぞ、向こうだ、行ってみよう。プレミアと一緒に行くのはダメでしょう。力のないもの、弱いものは淘汰される。まさか。そうか、自分は殺さなくても NPC に殺し合わせれば。確かに。あれ、青プレイヤーだったっけ。オレンジじゃない、オレンジはプレイヤーキラーした人だから NPC 攻撃した人にならないからな。さよなら、モブ。モブが。うお、新しい画像だ。そんな。まあ確かにこれならね、これなら撮れるよね。何か用ですか？なんでこんなことをしたんだ？モブを倒しただけだ。あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める意思を持っていると言いました。出さないからぶっ飛ばしただけさ。しかし、その石を渡そうとはしませんでした。戦う力もないモブなのに。なので、こうして手に入れただけです。必要なものを手に入れるために。そういうふうに教わったからそうなったんだよね。よーヒーロー、なかなかしつけがなってんだろう。ジェネシス、結構苦労したんだぜ、ここまでにするのは。お前がやらせたのか。面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだよ。けどよ、このゲームでは NPC を攻撃するとブルーカーソルになっちまう。うん、だから NPC にやらせるんだな。それでその子に NPC を襲わせた。冴えてんだろう。これからはこの攻略法が流行るぜ。いや、確かにこれはね、うん、裏技として使えるんじゃないかな。こいつ、普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに学習スピードだけは異様に速くてよ。なんかジニス声変わった。なんか声優風邪ひいた。他のゲームの NPC とは大違いだ。いい道具になるぜ。なんか舌回ってない。舌が下に違和感がある。ヨウヨウヨウみたいな感じになってる。マスター、石を手に入れました。手に入れられてしまった。時間がかかりすぎなんだよ、もっと早く済ませろよ。わかったな。なんかあれ、俺の耳がおかしいのか、なんかいつもと声が違う。ジェネシス、なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ。いやだってね。おいおい、記憶力大丈夫か。前にも言っただろ、世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。所詮ゲームだからね。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているかいないだろう。それをどうにかするのが運営なんだからさ。運営がそういうクエストを残してるのが悪いんだ。できることはする。それだけだ。クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった野営地から追い出された。なるほど、確かにクエストログが更新されたみたいだな。次にやることが表示されてるぞ。なんだ。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせるだってよ。つまり一緒に行かなければどうということはない。今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。なんだ、戦うのか。そういうことで、そのモブをよこせ。おお、とっととやっちまおうぜ。キント君なら勝てるだろ。断る。断った。さあ戦うか。しょうがねえな。イベントが始まるのか。はい。はい。
何これ NPC 同士で戦うの。そこの男をぶっ殺してお前の双子を奪ってこい。逃げるぞ。わかりました。奪います。奪います。さあどうする。モブのヒーロー様、お前にこいつを切ることができるか。ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ始めろ。逃げろ逃げろ逃げるんだ。うわ、なんかすごい怖い顔してる。あなたに私たちを拒絶するというのも、ここで消えなさい。キリト君を倒すなんて無理だよ。この攻撃をジェネシスが教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。さすがに無理だぞ。プレミアが入るのか。なぜあなたは攻撃してこないのですか。だって攻撃したら青くなっちゃうもん。なぜって、君と戦う理由がないからだ。戦う理由、私とあなた。俺はこの世界、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。お、もしかしてキリト君はこっちの女の子も口説いてしまうのか。私は失いたくない。あら、ムービーが始まった。このままでいいのか。俺の女を口説くんじゃねえ。相手は一人じゃないって忘れてんのか。何フリーズしてんだよ。おい、攻撃したぞ攻撃したぞ。私にはなすべきことがある。さあ助けに来るぞ。あ、アスナさんだった。アスナ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。アスナさん、ストーカーしてたんですか。間に合ってよかった。やっぱりストーカーしてたんですか。アスナ、来てくれたのか。マップを見てキリト君の位置をチク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 見てたのか。浮気してないかな、大丈夫かなって見てたのかもしれないアスナさん。だがそのそういうそこまで好きになってくれる女の子はいいと思うな。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。はあ、脅しのつもりか。お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。いや問題だよ。仕方ねえな、俺が片付けてやる。お、暴走モードになるのか。前と同じだ。戦いの前にメニューを開いて、そしてそして、うわ、何かをしたんだな。入ってきたぜ、最高の感覚がよ。キリト君はこれを見抜いて倒すのかな。アスナ、気をつけろ、奴のアジリティは異常だ。アジリティなんて俺は言わないけど、いつも AGR っていう、 STR じゃなくてスターっていう、ビットはビットだ。瞬間移動した。またムービーじゃなかった。早い、先行さんでも勝てないですか。よく防いだな、やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。耐久チャレンジと行こうぜ。さすがアスナさん、耐えてる。あ、ダメだった。アスナ、させるか。おっと、寝てりゃいいのに頭悪いな。仲間を傷つけられたくないってか。ヘドが出る。さあここでキリト君二刀流になるんだ。そしたら勝てる。いいぜ、2対1でも何でも来いよ。攻撃
の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。喋ってる時間はあるのか。あら、腰が引けてんじゃねえのか。すごいな、しかしここで来た。こっちの動きが読まれているのか。それでも耐え続けてるのがすごいぞ。俺には文字にしか見えないんだけど。キン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 。分かったろ、実力の差が。さっさと諦めて。なんだ、効果が切れたのか。グフー、効果が切れちまった、チキシャー、長引いたせいだみたいな。倒れた。引くぞ。効果が切れてしまってるだな。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。いや、行かねえよ。なんで引かなきゃいけないんだ。なんでお前にそんな指図されないといけないんだ。キリト君、行かなくていいよね。行かなくていいよ。どうしたんだろう、急に。薬が切れたんだよ、きっと。わからない。それよりも来てくれて助かったよ。言ったじゃない、君のことは私が守るって。だからいつも監視してるんだって。ありがとう、アスナ。アスナ、ありがとう。いつも監視してくれてありがとう。プレミアちゃんは大丈夫？はい、私は何も問題ありません。むしろ空気になっていました。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう。みんなにも話をしないと。急だったよね、ほんと。ほんと、ろくでもない攻略の仕方をするわね。いや、できることは何をしてもいいと思うよ、ゲームなんだから。でも、それができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。そうそう、どんなにマナーがなくても、どんなにモラルがなくても、それができるからゲームなんだよ。それをダメっていうのは運営なんだけど、運営がダメって言わないから何をやってもいいんだよ。やっちゃいけなかったらその人はバンになるだけだからね。全然納得はできないけど。そう、納得はできないけど、そうなんだよ。結局ゲームを作ってる人がダメって言わない限りはやっていいんだよ。はあ、どんなゲームでもね。ジェネシスの優がままなのか。もう一人の女神ってのは。彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。彼女に罪はない。もともとは性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。双子じゃなければな。でもあいつブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。そうだよな、不可能になるよな。モンスターが全て襲ってくるんだろ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは二人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。だから行かなければ問題ない。それにもう一人の女神も放っておけないよね。ということで行くのね。もう一人の女神を助けるために行くのね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようとも次の場所に行こうと思う。だから行くのか。ジェネシスとあの子を止めるために。そうか。ああ、これ以上好きにはさせぬ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。アイテム使ってね、多分効果が切れたんだよ。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。使いすぎてもう使えなくなったのか。
見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから？そんな感じじゃないかな。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが、心理的な症状は表に出ます。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。なんか決めつけてるよ。どうすんだ。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。それをいじってんのか。はい、ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。なんかいろいろ後付け設定できるよね、こうなると。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ。それはありえそう。その可能性はかなり低いのか。残念。 SAO の時から政府による回収は続いてて、世間にはほぼナーブギアは存在しないと言われている。いや、キルト君持ってるでしょ、まだ。アミュスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは？そもそも改造なんてできません。アミスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。カーディナルシステムとともにカヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの？いや、ちょっと待てよ。お、なんだ？何が分かった？アミスフィアは確かにナーブギアの後継機だけど、全ての機能が受け継がれたものじゃない。むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。なんだ？ああ、あれだ。わからん、なんだ。なるほどです。確かにそこなら改造できる余地がありますね。やべえ、わからん。こんだけやってるのに SAO のゲームやってるのにわからない。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。そうだよ、教えろよ。何ですか？改造できる余地って。どこだよ、教えろよ。なんだよ。さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。まあそうだな、安全機能カヤバつけてないもんな。あれはカヤバが考案したものではなく、 SAO の事件を受けて後付けされたものだ。だからいじれるって。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと？安全機能を外してるってことか。ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そんなこと。そうして覚醒した状態を維持し続ければ異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイできる。まるでバーサーカーのように。そうか。そんなことをしてまで強くなりたいなんて並じゃない執念深さだね。でもそれは勇気さんの感覚とどっちが強いんだろうか。もしかしたら勇気の方が強いかもしれない。でもそんな力でこのゲームをむちゃくちゃにしようとしているならますます許せないよ。全員でボコボコにしてしまおうぜ。このことを運営に知らせればジェネシスをなんとかできないかな。そんなことしたらプレミアも連れて行かれてしまう。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。ああ、なんとしても事実をつかんであいつを止めてみせる。それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、みんなも十分に注意してほしい。そうそう、仲間だからってボコボコにされる可能性がある。ここにいるみんな簡単にやられたりしないわよ。さあ、そんなシノンさんが一番にやられそう。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。守ろうね。もし本当に不正を行っているならジェニシスを絶対に放っておけない。この世界を人の勝手な都合で好きにしていいなんて俺は納得できないから。そうだ。お、ストーリーが進んだ。お、最後の決着、もしかしたらこれで終わりか。イベントはない。ステージ攻略だけだ。もうすぐエンディングが見えてきたかもしれない。じゃあ終わるか。おつー。